続いてのテーマは恋愛結婚です、うん、まず気になるキーワードがですね、草食女子エア恋愛、母親依存、貧困女子、育児、これイクメンならぬ育児じいさんですね、はい、深澤さん、この中で気になるキーワードはありますでしょうか。はい、私も何百回も言ってるんですけどね、はい、まあ、私が草食男子の名付け親で、はい、まあ、どうしても悪いイメージでどうしても捉えられていて、まあ、2006年に名付けて2009年にブレイクした変わった言葉は今でも語られていて、まあ、これがその社会の状況の悪化とリンクしてしまって、なんだけど別に私は恋愛中心である必要ないよというぐらいの、面白い人たちが出てきたよぐらいのつもりで草食男子って名付けて、だから草食女子も別に恋愛はね、もちろんレジャーとしては楽しいけど、まあ、そんなにねって思ったぐらいのことな、特にバブル世代とか団塊世代って恋愛しか楽しみがない世代だったので、そう、だから恋愛好き世代が中心にいるのでだるいなと思ってつけただけなので、そもそも草食であるということがネガティブである必要は全く、まあ、バブル世代の女がつけたんで余計にネガティブな言葉ワードとして広まってしまったんですけど、はい、あとはだからどうしてもね、少子化とかいろんな、はい、もう犯人物が売れないとか、うん、もう全ての犯人が申し訳なくて本当に各地で謝ってるんですけどでも例えばね、少子化もイタリアとか韓国も少子化なんですよ。イタリアなんか種馬って言われてるわけですよね。イタリアの種馬とか言ってるのに少子化、ね、韓国も少子化、つまり少子化っていうのはね、男性の積極性とは全く関係ないということなので、そこはね、ぜひ知っていただきたいなと思うし、あともう一つはその母親依存は確かに大きくて、はい、母親の影響力が強い、団塊とかバブル世代のお母さんたちっていうのは、結構面白かったり、社会経験が大きかったりするんで、すげえリアルなアドバイスしやがるんで、それがすごく迷惑だなと私は思っていて、母親の言うことを聞いてたら何も進まないよってよく言うんですけど、クレア世代は絶対お母さん好きだからね、友達親子ですよねそ, う、まあ、そういうのはやめた方がいいなとは思いますけど、でも多いですよね、そのすごく母親と仲が良かったり、逆に母親の言うことをずっと我慢しながら聞き続けてきて重荷に感じているっていう人も最近多いような気がするんですけど、晩婚が進んでると母親と過ごす時間が伸びるじゃないですか、で今でも実家で暮らしてるって人ももちろん増えてるわけですよね、はい、そうした状況だと母との関係というのはやっぱり80年代90年代からと変化するというのもあるでしょうなというのは思います。それからまあ草食男子って言った時に、まさにその何とかの若者の何とか離れって言われるものが、なんか若者の心のせいだということにされがちなんですけど、僕は常にそれは若者の何とか離れじゃなくて、金の若者離れが生んだ副作用だということが言ってるわけです。金がなければできないことってたくさんあるわけですね。でその草食系男子というふうにまあ言った時にですね、まあ、友達の文芸評論家の宇野恒弘がですね、はい、それは草食男子なのではなくて、弱った肉食なんだという話もしていてですね今まではその金で底上げされていて、デートに誘うことができる、はい、でそれの見せ金として例えば車がとか、はい、ファッションがとか時計が財のせよとか時計だとか、そうしたものでその釣るという方法があったんだけど、その方法がなくなってその落ち着いたという面も、はい、まあ、たくさんあるわけですよ。そう男子のマインドが変わったというよりは、はい、男子の戦い方の選択肢、武器が1個減ったので、どうしてもやっぱり引っ込まなくてはいけないということはありますよね。セックスするにも金かかるんですよ。ホテル代とかもそうですし、女子に投資するというのもそうですし、で女子もやっぱり金とか見せ金とかに惹かれるわけじゃないですか。でそれは別に金に惹かれてるって話じゃなくて、統計的に見るとそうで、昔はよくその貧乏人の子だくさんとかって言われましたが、はい、先進国ではこれは当てはまらないんですね。やっぱり先進国だと金のある人しか結婚できないし、子供も産めないしという状況になっているわけですよ。報道されているのは例えばそのドキュンの子だくさんみたいなものは報じられがちながあるんですけど、はい、あれはもう偏ったサンプルで基本的には平均所得よりも高くないといけないし、女性も結婚するときには自分の例えば職業を手放したり、子供を産むということはやっぱり収入が減るということなので、はい、その収入が減っても安定的な所得が得られるような状況になってないと、コストが高くなってしまってるわけですよね、子供を産むということに対する、はい、となるとやっぱり金が安定的な人じゃないと産めなくなっているという状況があると、そうするとやっぱりこうマインド云々というのは環境が変わったことによって、子供を産めないとか、女性にアプローチしにくいとか、あるいはそういった男性がなかなかいない、
っていうようなですね、そうしたようなモードというものがどん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 生まれてしまう。しかしそれの心の側面とか文化の側面にばかり着目されて、若者が最近ガツガツしてないからなんかけしからんみたいな話になってしまうという面があるんじゃないですかね。なるほど。30代の男性で年収が1500万だと9割結婚していて、いやもう400万だと4割っていうデータもあるぐらいなの。だから5割違うんですよ、年収が1100で。なんかそれを聞くと当たり前のように思うけど、当たり前に思ってももう難しくて、そうするとそのいろいろな問題が実は錯綜的になっていて、ただ間違いなく言えることは、若い男性のマインドを作るのは社会だから、若い男性が生まれた時からねマインドを持って生まれてくるわけではないので、もちろん女性もそうだし、若い世代はこうやっていきたいと思って生まれてきてるわけではないし、もう私はセックスや恋愛にそんなにコストがかかる必要はないとは思うけど、だからその方がマシではあると思うけど、だけどそうさせられてるのは良くないと思うのね。